さあ、行くぞ。皆さんこんにちは、リオナリド・ラミンです。今日もですね、村井さんにドッキリ仕掛けました。ありがとうございます。なんでこんな急いでるかというとですね、村井さんが今席に立ったんですけど、これ見てください。村井さんの机の上にコーヒーがあるんですけど、空になっております。そうです、はい。ただね、村井さんはこの前、砂糖に入れ替える時に、これ私買ったみたいな意味わからない。今マジ急遽なんですよ、これ。マジで急遽やってるんですよ。隙を見つけたんで、はい、村井さんがこのコーヒーを買ったことすら覚えてない、はい、つまり飲んだことすら覚えてないんじゃないかって、今空になってるんですよ、はい。これを継ぎ足して、はい、徐々に継ぎ足してって、もうこれバレないんじゃないか。本当にちょうど空になってたから、あ、やろうぜっつってね。もう早速ちょっとスピード勝負なんで、そコーヒー買ってきて入れましょう。はい、くらえ。あ、やべえ、間違えた。何、村井さんってよくホットのアイスクリーム。もうバカじゃねえか。大丈夫か。今逃げ切れないからね。逃げ切れないからね。今何やったの。今逃げ切れてないよ。ホット買ったのよ。ホット買ったのよ。リオネさんが間違えたら俺が飲みます。あ、ホットとアイスと混ぜたら、いや、飲んだ飲んで、え、飲んでいいの。じゃあまだあるの。人肌にするってことね。そうそう、人肌にするんだよ。はいはい、もういいね。入れて、え、どんくらい。ちょっと、半々ぐらい。あ、ぬ、冷たい。シャイ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 シ
入れるな、随分すげえ入れたじゃん。新品と同じくらい。ああ、新品と同じくらい。過酷な状況でドッキリ仕掛けてる。そうよね。PP 怖えんだよな。ちょっとだいぶこんな。
今日はそんなに忙しくないのか、ずっと席にいましたね。めちゃくちゃ長かったぞ。というわけで、だいぶ減りました。グビグビ満腹まであったね。てか何がびっくりってさ、半分飲んでんじゃん。バレなかったね。バレなかった。おい増えてんじゃねえか、私飲み干したぞっていう一言がなかったです。もう多分これ一生増やしても一生気づかないと思うんですよ、あの人。そうっすね、これだからワンちゃんトールサイズになっても気づかないっすよ。多分、俺の予想だった、これひたひたまでやってもバレないんじゃないかな。絶対バレない。いや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 それはだってもうありえないからね、そんな状態になってるってことだね。ひたひたにしとく。ひたひたにしとこう。あ、お風呂危ない。もうちょい、もうちょい。おっとおっと、もうちょっと。おーい。バカじゃないんじゃないか。というわけで、ひたひたに入れましたけど、まあおそらくターゲットも気づかないと思います。思います。いやいやもうこれぐらいして、ギリギリ気づくか気づかないか。そうっすよね。じゃあ、はい、どんなリアクションするのか楽しみですね。さあ、行くぞ。びっくりした。あぶねえ、もうちょっと勢い出してたらびしゃびしゃだぞ、ここ。びっくりした。びっくりした。びっくりした。何をどうびっくりするんだよ。いやいや、だってずっとそうだったんですよ。ずっとのことはないだろ。いや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 、わかんねえよ、そんなん。すごい。びっくりした。村井さんの集中力がどれくらいか分かりましたね。いやだってめっちゃ真面目な作業してたもん。めっちゃ真面目な作業してた。村井さんの視野は本当にライオンより狭いです。ライオンそんな狭いですか。ライオンもうハラミさんみたいなジブラ、キリンさんはこうです。女でキリンに急にされたんですか。というわけで今回のドッキリはコーヒーが飲んでも飲んでも減らないドッキリです。飲んでも飲んでもやるで。まだ飲んでねえよ。いや飲んでましたよ。ちょいちょい飲んでるよ。ちょいちょいは飲んでるよ。はい、だからずっと増やし続けてるのに気づいてないですか。まあまあ増えてましたよ、ね、まあまあ増えてた。だってもう結構半分までいったやつをあのマックスのもう買いたてぐらいの状況に戻したけど全然気づかない。え、マジでそれ本当気づかんかった。全然気づかなかった。嘘でしょ。グビグビ言ってました。全然気づかなかった。あ、それ一生気づかねえと思ってひたひたにしたら気づくかなって思ったらひたひたにしても気づかない。最後までご視聴ありがとうございました。この動画面白かったらぜひ高評価、チャンネル登録、コメントよろしくお願いします。お願いします。あの我々ドッキリ以外にもね、ゆるい雑談とかいろいろサブチャンネルに上げてるんでぜひそちらを見てください。お願いします。でパズドラとかゲーム実験もいっぱいやってるんで、そちらはアップバック TV を見てください。ぜひ見てください、はい、ではまた次の動画でさよなら。さよなら。